はい、どうも、白コリです。コンコリー。ド M、続きをプレイしていきます。海の町、スタンハムのコミュニティカード、全部スタンプ押すことができました。一つね、残ってたんですけど、動画外で、編集してる時に、急に思いついて、これだわ、みたいな。確か、農家になるってやつが、撮ってたんですよ、写真普通に。これこれ。農家になるってこれでしたわ。そう、この写真を渡してスタンプ全部手に入れました。なのでもう次の町に向かいましょう。こんにちは。スタンプを何個集めたか見てみよう。スタンプを全部集めたのかい？喜んで新しいカードをあげよう。やりました。全部集めました。やったね。証人として古いカードにスタンプを押したよ。これがあれば無料でバスに乗って次の地域まで行けるよ。ありがとうございます。いやー。ちょっと待って、ちょっと待って。今まで撮ってなかったんですけど、このね、バス停のお猿さん、手を振ってくれるんですよね。かわいい。写真に収めて、じゃあ行きましょう。バスを待ちます。次の目的地は、ログシティ。大都会。ここの住宅はとっても高層。次は大都会なんですね。楽しみ。よろしくお願いします。お、着いた。ここが、ログシティ。また見たことない。人がいる。あ、いや。私はヘトヘトに疲れているんだ。寝坊して仕事に遅刻だ。おまけに電車も遅れてる。好きでもない仕事のためにストレスを感じるなんて信じられないよ。ああ、大都会だから社畜さんがいるのか。仕事って？街を走り回るのが私の仕事なんだ。ここログシティじゃありきたりな仕事だよ。でも本当は掃除や整理整頓が好きなんだ。掃除機をかけたり、皿を洗ったり、カメラのレンズを磨いたり、それが私の生きがいなんだ。外回りをするより、中でちまちま作業したいタイプなんですね。何か汚れているものがあったら、喜んできれいにするよ。ああ、何か汚れたアイテムを手に入れるのかな？この人たちには、俺たちは常に街のレイアウトを新しくしている。毎日いろんなところを掘ってるんだよ。だから、たまにはただ突っ立ってぼーっとするのもいいもんだ。なるほど。疲れてるんですね。よいしょ。かぶっちゃってるな。あ、進んでしまった。みんななんかすごいわたわたしてた。ちょ、この人に話しかけないとまずい。やあ、ログシティへようこそ。ここは大都会。ここの住宅はとっても高層だよ。見応えのあるものがたくさんあるんだ。探検しに行ってスタンプが集まったらまた戻ってきてね。スタンプが9個集まったら次のバス料金が無料になるからね。わかりました。どうだろう。全部収めたいですね。これちょっと使うかわかんないけど。これなんか写真に収めてたらいいことがある気がする。おい。保存しておこう。あ、手振ってくれてるわ。じゃあ写真撮っとかないとな。はい。ログシティのお猿さん。この人たちも収めたい。ちょっと近すぎなんだよな。かぶっちゃうけど、まあしょうがないか。いっか。よし、撮ります。保存。じゃあ上の階に行きましょう。みんなすごいわたわたしてる。忙しいんだね。走り回るのが仕事って本当に走り回るだけなの？いいねして、スワイプして、投稿。あら、どうも。フォロワーのみんなに返事してたの。次のフードレポはどこでやるのかって聞かれてね。私のカメラの画質が落ちてて残念だわ。
SNS。若くて影響力がある。若いグルメ系インフルエンサーが最新の食べ物を探して街中を歩き回っている。なんか食べ物、グルメ系のお店を見つければいいのかな。ストレスを一掃、あ、そっか、掃除ね。落ちないように頑張って。今週はストレスだらけ。君ならきっと乗り越えられる。なんだろう。怪しい動き。ああ、また、不審な人物がいるんですね。このホットドッグ美味しそう。ホットビーンブラザーズへようこそ。開店したばかりなんだ。ホットビーンとビーンパンを売ってるよ。代々うちの家に伝わるレシピなんだ。あ、なんか美味しそうな音がする。足りないのはお客さんだけ。そうだ、店を手伝ってくれないか？いいよ。ありがとよ。そうだな。お客さんを3人連れてきてくれ。この焼きたてのホットビーンハットをかぶるといい。ああ、宣伝用の。ホットビーンのお店の宣伝用。美味しそうな匂いでお客さんが集まってくるはずだよ。あ、これほんと、あ、湯気出てる、湯気出てる。いいですね。あ、わかったわかった。ごめんね。ちょっと待って。写真撮りたい。写真撮りたい。屋台の前で。よし、こんな感じかな。撮ります。いいんじゃないですか？人を呼び込む。ついてきてくれるのかな？どうですか？匂い。お客さん、この3人どう？来ないね。クラクション鳴らしてみるとか。違うか。どうやったらお客さん来てくれるんだろう。この走り回ってる人たちじゃないのかな。ああ、鳥の写真撮ればよかった。このライオン、ライオン？ おう。俺、鳥に餌をやるのが趣味なんだ。今はパンくずを持ってないんだけどな。パンくず？パンク系ロッカーと、パンくず。パンク系ロッカーが鳥に餌をあげたいみたいだけど、パンを持ってないらしい。あー、パンが後で手に入るのかな？鳥。ちょっと、端に映り込んじゃった、まいった。これは？大時計台。昔はここに王族が住んでいました。1時間に1回、王家の鶏が時計から出てきます。観光客に大人気の観光スポットです。ああ、こういうのいいよね。ストリートの、ちょっと待って、これが邪魔。ああ、いいね、いいね。よいよい。ゴミが落ちてるのが気になりますね。この大時計台が写真スポットなのかな？このサラリーマンたちが、走り回ってる人たちが映り込んじゃいそう。これでいいかな？大時計台。おー、いいですね。スポット発見。お客さんの呼び込み方がよくわからないのだけど、ちょっと回ってみましょうか、街を。ここはカフェかな？あ、あなたは、やあやあやあ。私はログシティのタクシー運転手。どこかに行きたいのかい？あっという間に連れて行ってあげるよ。ああ、今はいいかな。後でお願いしましょう。ワンちゃん。君は何ていう名前なんだい？ボルティージョ。カフェに入れる。おー。ネズミいるんだけど。衛生的に大丈夫でしょうか？カウンターネズミ。ネズミだ。いろんなところにネズミいるけど大丈夫ですか？やあ、いらっしゃい。ここはカフェだよ。お客さんは随分久しぶりだな。ここネズミが出るんだ。そりゃ、お客さん来ないね。僕は気にならないけどね。気にしてください。他のみんなは気になるみたい。
それそうだよ。追い払えばいいのかな。ほら、ほらほら、これこれ、これこれ。あ、向こうへ行きなさい。上にもいますね。やあ、ネズミはいなくなったみたい。ありがとう。助けてくれて。よしよしよし。オッケーオッケー。スタンプ18個あるんだ。どうやって押す？爪爪で押していかないと入りきんない。それから、これもらって。シナモンロール、パンだ。焼きたて熱々で最高。どう感謝すればいいのかわからないよ。シナモンロールを好きなだけ持っていってね。いや、冗談じゃなくて。ありがとう。いや、美味しそう。パン美味しそうだな。自撮りしよう。どうやって写真撮るかもね、考えちゃいますよね。あー、もうちょっとこっちだな、私。ここら辺かな。もうちょっとだな。あー、そうだね。こういう感じだ。で、表情ちょっと作ってみようかな。よし、これでよし。サングラスね、表情が消えちゃうんですけど、どこに幽霊がいるかわからないからね、常に身につけておきたい。これでカフェにも人がやってくるかな？なんか、これなんだ。こういうのなんて言うんだっけ、チュロス的なやつかな。あ、食べ物。写真撮ってますね。お邪魔します。もうちょっとこっちだな。こんなところか。どうもこんにちは。お気に入りに追加して。どこ？何か見せてくれるの？え？あ、シナモンロール撮ってくればよかったかな。これは？確かにいい写真ね。でも、私が食べ物と一緒に写ってないと、あ、一緒に撮ってほしいってこと？うん。これ？こういうこと？いいね。完璧よ。見て。食べ物。シャープ、美味しい。投稿。もうたくさんいいねがついてる。手伝ってくれてありがとう。ああ、そうやってお手伝いすればいいんだ。なるほどね。理解した。お店をいい感じに収めたいところね。カメラ向けると、なんか微妙に、あ、すごい、スマホでいいねが届いてる様子が、細かい。細かいですね。いいねが届いてる様子がさ、引き出して出るんですね。すごー。カフェも、収めておきましょう。よし、この人話せますね。邪魔だよ、君。邪魔か。あ、フリスビー持ってっちゃった。そんな、カラスにフリスビーを盗まれちゃった。大会があるっていうのに、どうやって練習すればいいんだ。泥棒カラス。カラスが飛んできてフリスビーを盗んじゃった。泥棒カラスを見つけて持ち主にフリスビーを返すといい気分になれるかも。なるほどね。やろうじゃないか。あー、こういうのもいいな。パシャリ。こういうね、一見何もないと思うところにも何かあったりするから、周りもキョロキョロしないとですね。はい、ここは、カタツムリの像がある。カタツムリはちょっと横から撮りたいかな。いいね、いいね。カタツムリの像。なんでカタツムリなんだろう。コミュニティチャレンジかな。わあ、私たちはフォトチャレンジクラブだよ。はい、参加します。いいね。カードにチャレンジを追加しておいたよ。難しいかも。見てみましょう。フォトチャレンジ6。大困惑。とっても困ってる瞬間を写真に収めてね。困ってる。さっきの人たちは？今とっても困ってるよね。大困惑してる様子を。これね、一人を収めた方がいいかもしれないから、こっちも撮っておこう。
よし。とりあえずこれを見せてみて、違かったらまた考えましょう。これはどうですか？違うのか。違うみたいですね。あ、これは、あ、なんかおしゃれしてる。どうしたんですか？帽子なんてかぶって。ビジネスバト。へえ。こっちは？あ、こっちもビジネスバトかな。へえ。ここなんで立ち入り禁止になってんだろう。あー、なんかごちゃっとしててめちゃくちゃいいな。とてもいい。とてもいい。あ、違うんだよ。鳩を取りたいんじゃないんだよ。アルバムに保存します。これは？誰かいる。走り回っていたらここに落ちてしまったんだ。助けてくれ。落ちちゃった？下水道にぼちゃん。誰かがマンホールに落ちたみたい。どうやって助けるの？ここはとっても暗いんだ。それにジメジメしてる。今のは何だ？何かが足に触れたよ。どうやって助ければいいんでしょうね。後で考えるか。あ、幽霊いるいる。こんにちは。あなたはなかなか可愛いわね。あなたをびっくりさせられたら私とデートしてくれる？いいよ。それじゃあ行くわよ。わあ！びっくりした？うんうん、びっくりした。今のならびっくりすると思ったんだ。早速街を見に行きましょう。幽霊とのデート？なんだろう。あ、写真撮れるね。ていうか、これは何だろう。幽霊とデート？何するのかな？とりあえず一緒に回ればいいのか。ここは何？リリリン。どうも。私のアートギャラリーへようこそ。ここでは選び抜かれた最上級の作品を見ることができるわ。作品のそばにあるスピーカーを使うと、その作品の情報を聞けるわよ。なんか有名な人なのかな？ちっか。幽霊さんがさ、被るんだよな。すごくワクワクしてるの。あ、そう。よしよし。観光客結構いるみたいですね。あ、コーヒーをすする音までついてる。なんて細かいんだ。これは？芸術作品に、最高傑作。全く新しい円を初めて表現した作品。これ？全く新しい円。円ですね。確かに。あ、これは？ここは特別な作品のために開けてあります。展示品の中でも一番の目玉を見つけたようね。本当に独創的なものを展示しようと思ってるわ。今は何か歪んだものを探しているところなの。私の芸術的センスを理解できる人がちっともいないから、きっと空っぽのままでしょうね。芸術品の展示。ギャラリーには空っぽの額がある。何か歪んだものを飾る予定らしい。写真はどうだろう？歪んだもの？いやー、街一通り回ってから考えるか。歪んだもの。芸術作品1、お帰りなさい。家族の温かさを表現した作品だと思われます。思われます。とりあえず撮っとくか。あー、確かに温かい感じがしますね。写真に収めておこう。これは？芸術作品3。どんな作品なのかさっぱりわかりません。なるほど。説明が難しいんだ。確かに。なんか顔のようにも見えますね。何なんだろう。何を表現したんでしょうね。ここに三脚置いて、幽霊ちゃんとのツーショットが撮れる。あなたちょっと邪魔ですね。よし、こうだな。いいね、いいね。デートしてる感じじゃないですか？で、ここは一旦出ましょう。
アートギャラリーだったんですね。こっち行けるかな？あ、違う、間違えた。ああ、でも、通れないか。あ、通れる、通れる。何かありそう。あれ、でも、見えない。あ、違う、違う、違うんだ。あ！キューブがある。キューブがあるよ。君はどうなるんだい、取ったら。お！マンホール！うん？何が起きてるんだ？まさか。おー！よかったねー！やったー！ ねえ、君。君が助けてくれたんだよね。ありがとう。よかったねー。下水道に坊ちゃん。やばい。はい。あー、新鮮な空気だ。ええー、よかったよかった。ちょっとね、こっち見たいんですよね。何もないかな。すごく、あ、これは、なんかに使うんじゃないか？こんな見えないところに隠された、グラフィティ。よし、マンホールの人に話しかけよう。やっと出られた。よかったね。そうか、そうか。じゃあ次のエリアに向かいましょう。はい。なんか、看板。すごいなんかハイテクなものがある。ハイテク ハイテクなものがあるぞ。これなんだろう。炭酸飲料かな？いいですねー。あ、あなたは、サングラス。あら、こんにちは。私が誰か知ってるんでしょ？ラジオで聞いたことがあると思うわ。申し訳ないけどないな。かっこいい車に乗ってるおばあちゃんって聞き覚えはない？てんてんてん。私が無給の運転おばあちゃんよ。ネットですごい再生回数なのよ。車でかっこいい技ができるの。まあ、昔の話だけどね。もう引退したから。車倒れてるけど。今は街で颯爽と車を乗り回してるの。でも、車がひっくり返っちゃって。ここから動けないのよ。やばい。無給のひっくり返りおばあちゃん。何もない道でなぜか車がひっくり返った。目に見える凸凹や障害物はないのに、一体どうなったの？なんか、レンズ覗いてみたら実は何かあるとかなのかな？ちょっとかぶっちゃうな、幽霊ちゃん。なんだろう、何もないように見えるね。確かにね。こちらのお方は、お腹は減ってるけど、ログシティの食べ物にはもう飽きちゃったよ。お、その匂いは何かな？嗅いだことのない匂いだ。あ、ホットビーンブラザーズだよ。ログシティに新しいフードカートが。どけどけ。あ、これで一人目ですね。よかったよかった。さっきの音なんだろう、お腹が鳴ってる音だったのかな。ほんと、音にすごいこだわりを感じる。これも何か使うんじゃないか。この上は何だろう？お？ファッションショーか？こんにちは。おい、待て。なんか小さいやつが来たぞ。ああ。そうだな。いや、ダメだな。入場できるのは報道陣だけだ。カメラ持ってるよ。カメラでパシャリってやったらさ、報道陣だと思ってくれたりしませんか？ダメ？ダメっぽいな。報道陣、ここでカメラを構えて待ってれば。待ってたら、始まったり、しない？しませんか？今はまだ何も起きないのかな？あ、幽霊ちゃん、景色がいいところに行きたいな。そこに連れて行けばいいのか。
景色がいいところ、なんだろう、時計台があったとこかな。見晴らしがいいところかな。だって、この事故の謎は何でしょうね。こっち側からは、やっぱりわからない気がする。でもなんか黒いもやが出てるってことは、あの黒いキューブがある可能性が高いのでは？周りをよく見てみないと。あ、あんたは、またあったな。ログシティであの人物の写真を撮ったのか？まだ見てない。わかった。写真撮ったら教えますね。また、工事の人たち。俺たちは常に街のレイアウトを新しくしてる。あ、同じ会話だ。だってぼーっとしていたい。この狭い道は？これは何でもないか。あ、プレゼントだ。見えてなかった。プレゼントだ。あ、スニーカー。90年代に大流行。装備する。あ、キューブあるやん。キューブある。どうしよう。どこから取れる？あのキューブ。こっちかな。こっちの上かな。多分そうだな。ここでカメラを構えて、ああ、いい感じ、いい感じ。撮ります。OK。これであのひっくり返りおばあちゃんは、解決では。やっぱ黒いもやが出てるのはあのキューブなんだ。街で一番かっこいい車の復活よ。よかったよかった。スタンプをして、OK です。みんな気をつけて。無給の運転おばあちゃんが通るわよ。元気いいな。あ、どっか行っちゃった。ほんと元気いいな。どっかに移動してるのかな。はい、じゃあ次のエリアへ向かいましょう。またフォトチャレンジクラブがある。はい、参加します。チャレンジ追加。フォトチャレンジ5ですね。5つの生き物。おばあちゃんの車。衝撃的な瞬間。おばあちゃんの車、転んでたやつじゃないのかな。走ってるやつを撮るのかもしれない。5つの生き物。衝撃的な瞬間。いやー、なんだろう。車の音がすごいしますね。なんか広いな。大都会ってだけありますね。ここは？あ、なんかオフィスか。やあ、調子はどう？僕のことをテレビで見たことがあるかもしれないね。もしくはラジオで聞いたかも。なんか、そういう人多いな。どうかな？ああ、今は休憩中なんだ。ああ、結局誰なんだ？どこに行ってたんだ？朝からずっと探してたんだぞ。待てよ。お前はここの社員じゃないな。さっさと出て行け。情緒不安定か。え、何？待て。お前カメラを持っているのか。戻ってこい。雇ってやる。受け取れ。記者ならこれを被るべきだ。ああ、ここで報道陣ってことになれるんだ。記者の帽子。最新のスクープは何だろう。被ります。これがあれば様々な場所に入ることができる。何はともあれ、こういった写真が必要なんだ。ファッションショー。そして、大いなる口ひげ。さっさとここから出ていけ。